皆さんこんにちは、アニマサキです、今回はですね、トラブルショット、トラブルショットの中でも例えば、木の裏に行ってしまって通常の、打ち方だと打てないという時に、左打ちの打ち方について、説明していきたいと思います。で、前にコースレッスンさせていただいた時、アマチュアのお客様が、ちょうど木の裏の、にボールが行ってしまってそこから脱出する時に、アドレスする、まあ、普通構えた時にね、通常の、まあ、こういう構えに対して、クラブをひっくり返すわけですよね。でひっくり返してこの状態のこのフェースで当たるわけですよね。ところが後ろのこのバックフェースのところで、打ってるお客様がいらっしゃいました。これはもう当然当たんないです。ダメです。もうフェース面をひっくり返す、ひっくり返した状態でこの先っちょの部分でね打っていくというふうになるわけですね。で、で構えた時にシャフトが必ずハンドファーストになるように構えてください。これをこうやって構えてしまうと球が抜けていったりとか当たりが悪くなります。手の位置は通常の右打ちの時のと逆ですよね。左のももの前じゃなくて、左打ちの場合は右のももの前にグリップの位置が来るということ。で、ボールの位置は真ん中よりちょっと、まあ、真ん中ぐらいかなぐらいのところに置いて、で、手が前に、右足の前にある分だけ、クラブが傾いていく、いわゆるハンドファーストの状態で構えていくというふうになるわけです。でそしてスタンスの幅も、まあ、あんまり広げすぎるとね大振りになっちゃうんで、まあ40ヤードぐらいのアプローチを打つようなイメージでいいと思います。とりあえず、そこにその木の裏に行ってしまったそこから脱出することが最重要であって、まあ、アンプレアブル、まあ、普段だったらアンプレアブルがいいと思うんですけれど、やっぱ左打ちでねサクッとこう打てるのもちょっとかっこいいんじゃないかなと思いますんで、この状態の時は、ね、一回左打ちを試していただきたいなというふうに思います。で早速ちょっと打ってみたいと思います。で結構ねこういうふうに構えていっちゃうんで少し僕は左肩を少し下げるようなイメージでアドレスをします。という感じで、打ってみてください。